はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンタークロス、今回はディノバルドの狩猟をやっていきたいと思います。4大モンスターのうち最後の1体ですね、一番最後に持ってきているので、自分はこいつが一番苦戦しますね。で、村クエの方でも、今までの3体って星5で受注できたんですけれども、こいつだけ、星6の受注になるので、4匹の中でも一応1ランク上で設定しているのかなと思います。で、装備の方は前回と全く変わりません。スタイルも同じなので、今回もガンガン乗っていきましょう。飯食ったっけ？食ってない飯を食おう。危ない。やっぱりね、こいつらになってくると飯は食っていきたいので。で、乗れるやつがいいですね。乗れるやつどれだ。乗れるやつ、なんか乗りが上手くなるみたいなのがあるんですよ。どれだったかな。あった、これだ。乗り上手。カジマ力も発動した。カジマ力使わないですね、危なっかしくて。ほんと上手い人だったらカジマ力発動させて、火力重視でいくっていうやり方もあるみたいですけど、もう自分はできないっすね、そんなスタイルは。恐ろしくて絶対死ぬし、そもそも。じゃあディノバルドのところまで行きますか。よーし、行くぜ。ペインティングボール。絶対最初方向してくるんで。ほらほら、これはいつもの通りで、この大きさだったらね、エリアルもいけるんじゃないかなと。エリアルでね、やったことないです、こいつは。ほら、届くか届かなかったか。痛え、ちょっとやばい。まずはちょっと、そう、エリアルね、これをね、解除するのがちょっとめんどくさいんですよ。回避がジャンピングになるんで。ここはかろうじて水があるから、水で火消しすれば一発ですからね。おお、ここから叩きつける。おろし、ただ段数が込められてない。おーりゃー、しまった、ちょっと遅れたな。でも大丈夫でしょう。 OK。あれ、段差があって。おし、これは怒るか。あ、違うな、マグマみたいなの飲み込んでんだな。あ、怒ったか。これね、これがやばいんすよ、怒ってる時の。いて、やばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい。緊急回避使おう、緊急回避とか絶対回避。来るか、こっちまで。結構ね、範囲広いんですよ。危ねえ。ほら、また来るか。ガードが一応できるっていうのが、せめてものあれですね。あれでね、ガードできないって言ったら悲惨なことになりますからね。前段8はちょっとね、あんまり狙えないな。おお、で、結構ね、遠距離攻撃もしてくるんで、ガンナーもね、なかなかね、きついと思うんですよ、こいつは。できれば段差でそのまんま攻撃したいな。どうする、ガードしとくか。ほら、よーし、3回乗れるかな、これ。せっかくのね、エリアルなんで3回は乗りたいっすよね。しまった、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 しまったどうもね、ちょっとね、やっぱり話しながらやると少し集中力が欠けるっていう
ほら。あー、しまった。あ、危ねえ。届くか、届かない。猫の閃光玉も無意味だな。どういうタイミングで閃光玉投げてんだろうな、あいつ。なんか溜まったら即投げる、そんな感じなのかな。ここはな、段差がほとんどないからな。とりあえず顔をつっついておこう。おお、怖い怖い。おお、りゃー、叩きつけ。おお、やばい。ああ、当たってる。これ当たってないっしょ、今の。縦に長いかな、こいつ。ダメか。これはもうちょっと速攻で回避に入ろう。武器をね、一発でしまうんで。あ、いたー打ち消しのみ使っちゃおうかな。あれって飲み込みモーションがあるからな。でも ファインドボルスを食らった。別にダメージが、おなぜか流撃砲を放ってしまった。やばいやばい、火が燃えておる。逃げろ。うおー、熱い。うおー、やばい。もう一回一回火がつくからな。回復で手一杯だな。あんまり、おーおーおー、無理はしない方向で行きたいけど、スタミナがない。なぜかぶっ倒れた。ここはもうジャンピングを狙っていこう。怒り状態が早く切れないかな。あー、来る。あ、チャージしてただけか。お、疲れてる今。殴れ殴れ。ちょっと体勢を整えないとな。研いで回復薬飲んで肉を食う。準備万端、行くぜ。あ、なんか落としてる。基本ね、そんなに落とし玉、落とし玉じゃないや、落とし物は目もくれないっていう感じではないですね。あったら拾うみたいな、あったらっていうか拾えたら拾うみたいな、そんなスタンスでやってます。結局ね、尻尾とかも戦闘中に剥ぐやついるんですけど、食らいますからね最悪それが原因で死ぬやつとかいますからね。お、落としたの。いいところに来たんじゃないのこれ。しかも今疲れてるし。さあ来い、こっちにはいいものがあるよ。ずれんな。ひたすらついて殴って前段発射。
これもチャンス。毒になってんな、しかも。いてー、意外にいいかもしれないな、あの毒落とし穴。まああとはこいつがどれくらい毒が有効なのかって言われたらわかんないけど、一気にね詰められないっていうのがちょっとあれっすよね。どうだ、きっちり隙を見てガードと突きをやらないと。これ大丈夫か、やってくらんか。位置的によろしくなかったからな。さっさと返しよう。ここにいれば、おお、障害物が、危なかった。距離が詰められてたな、当たってたな、あの尻尾に。ちょっとそろそろペイントも付け直そうかな。お、飯の時間。それが命取りになるということを教えてやる。目もくれず食ってるけど、ほら暗い。しまった、トイレなかったか。しょうがない、このまま行く。うおー、まただ、ただ回避がいける。お、回復で吹いてくれてる。ちげえし。飲んで研ぎたいよな。いてサクッと弾も補充したい。この尻尾がな、すげえ範囲広いからな。お、もう弱ってんでも、ね、また似たようなタイミングかな、乗って倒せるみたいな。ほら乗ってでもまだ決まらないかな。流撃砲撃ったっけ、撃ってないっけ。それを忘れてしまった。今ひたすらカルモン。ああなんてことだひどい。あ、ギリギリが、ちょっとここでこれしかできなかった。結局ひたすらつくしかない。ここ前進するとエリア移動しちゃうかな。ついて、おーい、回復薬を飲もう。少し真ん中に行きますか。おおい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 、まああるあるっすね、モンハンあるあるっすよ。できてき、出てきた瞬間にやられるっていう。まあ携帯食料もいっぱいあるし、まあ砥石も高いもんじゃないし使っちゃおう、ケチらず。まあ、なくなることはまずないですからね、砥石が戦闘中に。まあ毎回毎回補充はしてきてるんで。さて巣に帰る前にここでケリをつけたいっていうのも一つあるけど、すげえ減ったなスタミナ。だからガードプラス2欲しいな。上位の装備とかになってつけられたらつけよっかな。おお、こっからオーラってあれ食らってはないか。オーラ、おーっと、ただもうゲージがオーバーヒートしてんな。
おお、俺の月また猫。いや、やっぱね、こいつは結構強いっすね。今、まあ、防具をきっちり固めてあるんで、上鎧玉まで使って鍛えてあるのかな。そこそこの防御力があるんで、結構軽傷で済んでますけど、多分、借りたての時期の時の防御力とかだったら、かなり苦戦してた記憶がありますね。まあ、四大モンスターの中では、一応こいつが一番強いかなという、感想になります。はい、というわけで、ディノバルドの狩猟はこれで終了して、あとですね、モンスターハンタークロスになって周回上に、2つ名を持つモンスターが登場しているので、こいつらがねかなり強いんですよ。自分はまだその1回しかやったことないんですけど、攻撃力とかめっちゃ高くて、まあ、ちょっと普通のね通常種の個体とは違うような感じのモンスターになっているので、そちらの方も、やっていければなと思っておりますので、では今回はこれで終了したいと思います。